さあ放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー見事6回1失点8勝目を挙げました村上投手です。ありがとうございます。今大歓声を背中に受けましたが、どんな気持ちですか？そうですね、やっぱり皆さんの応援のおかげで投げることができました。今日の自分自身のピッチングを振り返ってどんなところが良かったでしょうか？まあ、低めに丁寧に投げれたっていうのが良かったかなと思います。4月に今シーズン初先発をしてこの東京ドーム巨人戦でした。あの時も素晴らしいピッチングでしたが、あれから4ヶ月が経ちました。自分自身の成長、どんなところに感じていますか？まあ、余裕持って投げることができましたし、いろいろ周りを見ながら、まあ、投げることができたんで良かったと思います。さあ、これで防御率現在トップですが、また数字を良くしました。8勝目を挙げて自身初の2桁勝利も見えてきました。これからのピッチングに向けてお願いします。そうですね、まあ、2桁勝利まであと2勝も2勝ありますし、まあ、防御率ももっともっと良くしていって、まあ、チームの勝ちのために、まあ、腕を振って投げていきたいと思ってます。今日も村上投手が腕を振ってタイガースが勝ちました。これで3年連続で対巨人戦勝ち越しを決めました。村上投手自身は初めての巨人戦勝利ですが、ライバル巨人に勝つというのはどんな思いでしょうか？いやー、最高です。さあ、8月も好調です。18年ぶりのあれに向けてマジックナンバー22としました。タイガースファンに向けて村上投手の思いを聞かせてください。いや、まあ、マジックはまだまだあるんですけど、本当に目の前の一戦を大事に全員で戦っていくので、また声援よろしくお願いします。